ふーちゃん寒い？寒い。寒い。シナモン寒いよ。シナモンじゃねえ、パパと呼べ。パパ。何がシナモンだ。似てねえし。まあ大きいし、和歌山市って一番でかい県庁の町だしね、来る人も多いし、落書きもすごいな、あとこれ廃墟だけどね、やっぱ景色はすごくいいよ、相変わらず変わらないからね、いや俺はないけど、看板めっちゃ出てるね、うん、他とかもあったかもね、すごいな、さっきのホテルと同じだよ、うん、多分ここ経営者の家だろうね、経営者近くに住んでんのかもよ、わざわざここまでするってことは、この車は何だ、
お、なんか人が出てきた。仕掛けてんのかな。うん。かもね。でも向こうの人たちはこっちに気づいてるよな多分。無視か。いや別に無視でいいんだけどさ。この自販機だけど見ていきたいな。あのタバコの自販機もさ、あのアニメに出てきたやつに出るように古くてさ、メビウスがマイルドセブンになってるあたりがアニメっぽい。つまりまあ何十年も使ってねってこっちゃ。隠れるような部分。今度これ隣のホテル、ね、さっきとまた別の太鼓王ばっかりが有名になってるけど、それだけじゃないんだよ、連続であるんだよこの辺って。ちょっとタバコの自動販売機が珍しくて。ああ。ねえ、ありますよ。まあ中には入らないんで大丈夫です。うんうんうん。はい。ご苦労様です。ん？いや、昔の自動販売機。あれやね。もう10年ぐらい前ぐらいの動きだよね。はい。400円。高くなりましたからね。
島がよく見えるね。島がよく見えるね。あの左端が船で行った島だよ。真ん中から島みたいに見えるけど繋がってっからね。じゃあ、こっか。どうした？大丈夫か？うん、大丈夫。パパ大丈夫。